のレア装備でマスターもパワーアップです。もしかして気に入りませんでしたか？なんとこれは女性専用装備なのですか？マスター、実は女性だったりはしないですよね。では仕方ないのです。この装備は売ってしまいましょう。いいのです、気にしないでください。あら、レイちゃん、どうしたの？どうもしません、私は大丈夫です。大丈夫な人は自分から大丈夫なんて言わないものよ。何かあった？違うのです、私がマスターに不要な装備しかゲットできないポンコツなので。ちょっとこれはどういうことなの？レイちゃんがせっかく手に入れてきてくれたんだから、弱い装備でも一度くらい着てあげればいいでしょ。仕方ないわね、薄情なマスターに代わって私が装備してあげるわ。本当ですか？本当に装備してくれるのですか？もちろんよ。それでどんな装備なのかしら？これです。これね、これはマスター、どうしました？心拍数が少し。もしかしてテリスカも気に入らないのですか？そうじゃないのよ、そうじゃないんだけど、これはちょっと。マスター、その装備を見せてください。え？この装備には隠された機能があるようです。これは強力なステルス機能と思われます。ステルス機能？それよ！レイちゃん、今着替えるわ。少しの間、後ろを向いててもらえるかしら？わかりました。さあ、マスターも後ろを向くのです。はい、もういいわよ。ほら、どう？似合ってるかしら？声はしますが、姿が見えません。テリスカ、どこですか？ほらほら、こっちよ。私に触りました。テリスカですか？そうよ。すごいわ、本当に見えてないのね。使用者とマスター登録したアファシス以外からは完全に認識できなくなるようです。すごいじゃない、こんな装備あったのね。誰かがこっそり実装したのかしら？テリスカ、どうですか？レア装備ですか？役に立ちますか？もちろんよ、バッチリよ、レイちゃん。やったです。どうですか、マスター？私もちゃんと役に立つのです。えへん、わかればいいのです。にしてもこの装備かなり強力よね。光学迷彩のような揺らぎもなく、瞬時に完全に見えなくなるなんて。防御力の低すぎる見た目も性能と引き換えと考えれば納得がいくわ。とな
ると。待って、アファシスの獲得できるアイテムにこれが含まれているということは、もしかしたらゲームバランスどころかゲーム自体を大きく変えてしまうかも。マスター、その格好で考え込むのは少し。え、なん、あ、どうやら一度きりの限定機能だったようです。バランスブレーカーの性能でしたから仕方ありませんね。そうね、あれだけのアイテムだもの。時間制限も使用制限もつけていないと危なくて実装できないわよね。結局今はただの弱い装備になってしまったのです。私はマスターの役には立てなかったのです。それは違うわ、レイちゃん。大切なのはアイテムがレアとか強力かとか、そういったことではないの。あら、いいこと言うわね。あなたのマスターはいいマスターね、レイちゃん。